ショパンのちょっといけない可能性がもしかしたらあるかもしれなくて、韓国のタンタンフルフルっていう曲、耳コピーしてみる？じゃあ、この浴衣の水色の女の子、こんにちは。あ、これね、これが届かないわ。あ、ごめんね。言ってくれる？ノクターン？ショパンの？ちょっと待って。やばい。まさかのノクターン。え、ピアノ習ってるの？ちょっと待って、ハラミもう何十年もノクターン弾いてないんだけど、どうしよう。いけるかな？ちょっといけない可能性がもしかしたらあるかもしれなくて、ちなみに隣の女の子とかは何が難しいですか？韓国の何？タンタンフルフル？韓国のタンタンフルフルっていう曲？え、なんて曲それ？韓国語の曲？TikTok で流行ってるやつ？なんて検索したら出てくるかな。タンタンフルフルで出てくる。じゃあそれ耳コピーしてみる。タンタンフルフルでできる。タンタンフルフル聞いてみる。タンタンフルフル、みんな今流行ってるやつなのこれ。流行ってる？なんかちょっと。目覚め、あ、発表会で弾いたの。お風呂の曲？あ、沸きましたのやつ。ハラミのお風呂もこれかも。確かに、だから聞いたことあるんだ。お風呂のやつね。待って、ハラミ聞いたことないかもだけど、ちょっと今耳コピで弾いてみるんでね。ちょっと待ってね。耳コピしたから弾いてみてね。弾いてみるね。ちょっとやってみる。できるかな。人形の夢と目覚めだっていう曲です。お風呂の曲。はい。